ようこそ皇室ジャパンへ。11月に入り、寒さも増し、今年も残りわずかとなりました。この時期は特別な日々を彩る装いで華やかさを添える機会が多くなります。秋冬の魅力を存分に味わえるベロア素材とスウェード素材が今季も大活躍の予感です。皇后雅子さまも10月下旬の天皇賞を観戦された際、スウェードのアイテムを素敵に取り入れられていました。それでは、雅子さまがこれまでにお召しになられた秋のベロアやスウェードのファッションを一緒に振り返ってみましょう。ぜひ最後までご覧ください。1998年10月、雅子さまはボローニャ歌劇場の日本公演をご覧になられました。その際、光沢感あふれるモスグリーンのベロア素材のワンピースをお召しになり、その装いが大きな注目を集めました。特に目を引いたのは、胸元のメッシュデザインが施されたベロア素材のワンピースです。カフスに並ぶゴールドのボタンがアクセントとなり、デザイン性の高さを際立たせています。雅子さまはこの独特なワンピースを引き立てるために、アクセサリーは控えめにされました。深みのあるモスグリーンとベロアの素材感が秋の季節感を美しく表現しています。またゴールドのチェーンバッグはまるでアクセサリーのように装いのポイントとなっていたのです。1999年12月、雅子さまは当時のヨルダンのラーニア王妃を科学技術館の展示室でご案内されました。この特別な機会に雅子さまはお好みのボルドー色のセットアップを選ばれました。その装いは襟元やポケットに異素材が取り入れられたベロア素材のツーピースで、リッチで洗練された雰囲気を漂わせています。ベロアの生地の広がりが動きに合わせて濃淡を変え、表情豊かな印象を与えます。またその装いは雅子さまの気品を際立たせ、一層の華やかさを添えていました。2002年2月、青少年読書感想文全国コンクールの表彰式に出席された際、雅子さまは目を引く赤いスーツで登場されました。この赤いスーツはカフスや襟、ボタンにベルベット素材のボルドーカラーを取り入れ、大人の落ち着きと洗練を感じさせるデザインとなっています。雅子さまはショートヘアをオールバックにされ、マニッシュな雰囲気を演出。席一色の華やかなスーツでも、そのバランス感覚は絶妙です。手袋やバッグには黒を選び、全体の印象をより洗練された雰囲気へと引き締めています。2020年2月、水と文化国際シンポジウム水の遺跡から地域の発展を考えるへの出席時、雅子さまは好みのボルドーカラーで統一された装いを披露されました。雅子さまはベロア素材のバッグやグローブ、スウェード素材のパンプスを選び、
全身をワンカラーコーディネートでまとめて、温かみのある印象を演出されています。お召しになったパンツスーツは袖口が折り返しデザインで、手首が少し見えることで軽やかさを表現。インナーには白の防体ブラウスにボルドーのジュエリーとパールのロングネックレスを組み合わせ、視線を上へと誘い、スタイリッシュな印象を強調しています。2023年10月29日、東京都府中市の東京競馬場で開催された秋の天皇賞に、天皇皇后両陛下がご観戦されました。この日、雅子さまは魅力的なワインレッドのセットアップを着用されていました。雅子さまの選んだセットアップは、襟にベロア素材を取り入れたワインレッド色で、パンツスタイルながらも女性らしい優雅さを感じさせています。さらに同色のスウェード素材の靴とベロア生地のバッグを合わせて、統一感あるコーディネートを完成させていました。一色でまとめた装いに異素材をミックスすることで、より深みのある表情を生み出しています。特に秋冬にぴったりのスウェードやベロア素材が、温かく上品な雰囲気をさらに高めていました。晩秋を彷彿とさせる皇后陛下の装いは、その気品と温かな人柄を映し出しており、本当に素敵です。特にロイヤルブルーの色合いは皇后陛下が好まれる色のようですが、ボルドーをはじめとするさまざまな色彩も、季節ごとに花開く美しいバラのように見る人の目を奪います。これからは年の宮様もご自身の色を持ったファッションを楽しまれ、皇室のご一家として統一感のあるご出席を見せていただけることを楽しみにしています。品格あふれる装いと、その中に宿る深い人柄が感じられます。控えめながらも周囲の風景に自然と溶け込むような美しさは、生まれながらのものでしょう。愛子さまも皇后さまと同じように、すべてにおいてつつましい姿勢を保っています。内面の美しさが時折表情に現れ、それが静かながらも強い支持と愛情を集める理由なのかもしれません。皇后陛下の装いは、どんな場面でも品格を感じさせるものです。秋らしい色合いでありながら、明るく華やか、立場や場所に応じた選択は、周囲への配慮の深さを物語っています。雅子さまの美しさは外見だけにとどまらず、内面からあふれ出る品格とオーラには目を見張るものがあります。特別な存在であることが一目でわかり、その優しさと温かさは私たちにとって大変心強いものです。いかがだったでしょうか。皇后雅子さまの選ぶベロアとスウェードのファッションは、まさに秋冬の美の象徴です。その洗練されたスタイルが、私たちの心を温かくしてくれます。雅子さまのファッションからは、季節の変わり目のエレガンスと時間を超えた美しさが感じられますね。最後までご視聴ありがとうございました。今回は以上となります。あなたの感想をコメントでお寄せください。この動画に対して
いいねボタンでの評価をいただけると嬉しいです。これからも皇室に関する動画をお伝えしていきますので、動画を見逃さないようにチャンネルの登録をお待ちしています。それでは、また会いましょう。